もうでもゲロ浴びたことあるからね、俺。大変やな。大学生、もう今時効だと思う、10年ぐらい前だよ。10年、9年ぐらい前か。大学生飲みに来てさ、もう入ってきた時からちょっと出来上がっとんなとは思ったよ。うん、ちょっと酔っ払っとるな、みたいな。来たまま、まあ、深夜1時とか。で、まだうちがね、3時まで入店してくれれば結構朝までやりますよ、みたいな感じでやっとった頃でさ。で、1時ぐらいに来てさ、これで赤ワイン一杯飲みきれず、うぷうぷし始めて、4人ぐらいで来てさ。これで1人が立ち上がった瞬間にさ、全部吐き出してさ、目の前に俺立っとってさ、全部浴びるみたいな、最悪だみたいなのとかやっぱあったよ。まあ別にね、そうしようと思ってやっとるわけでもないからさ、しょうがねえなと思って。で、何が嫌だって、そこでまださ、あ、ほんとこの間すいませんでしたって謝りに来てくれてさ、で、本当に申し訳なかったんで、次からは、優先してこのお店使いますとかって言ってくれりゃいいけどさ、だいたいこのくなるだよ。まあね。まあ、来づらいのもわかるけど、そうするとさ、俺何にもしてないじゃん。俺何にもしてないのに。むしろ、やられた方なのに。そう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 。うん、なんだ、こう、損をするわけじゃん。やられただけ損した。そう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 。あれは辛いよね、やっぱり。こういう仕事やっとって。うん。気持ちがわかる。そう。もう本当にね、まあ、俺も吐くことはあるもんで、その、まあ俺の場合飲みすぎて吐くというか、食べすぎて吐いちゃうけど、その、吐くことが別に悪いとは言わんよ。それは酒も飲んで、ね、酒飲むと脳みそバグるからさ、思った以上に食べちゃったりとかさ、うん、するもんでさ、まあそれは吐くのはしょうがねえなと思うけど、もう便座に吐いてこぼさないで、便座に便器ね、あ、便座に吐いたら、そう、便器に吐いてっつって、そう、こぼさないでっつって、綺麗に吐いて、あと俺にゲロを浴びせないでみたいな、じゃあマジで辛いもん、あれ本当に、ゲロの端になったらゴリになって。今日本当にありますよ、こういう仕事やってるとゲロ浴びるとかさ。まあ俺は吐く方だからな。うん。